いなとは思うんですけれども、それでも目の前にやらなきゃいけないこととか、まあ、仕事だったり家のことだったりっていうので結構バタバタとしてしまうことが多いんですけれども、あえてなんかこう休むことも仕事みたいな、もう頑張らないことを頑張るというような、よし寝るぞってもうなんかいつもより休ませてあげようとか、そういうのをまあ、自分が大変そうだなと思ったらあえて意識的にそういったタイミングを取り入れて、なんかこう解放してみたいなことを考えています。じゃあこう忙しい毎日の中で駆け抜けてばかりではなく、ちょっとふと立ち止まって休もうっていう瞬間を作っている。もうお茶入れようとか、お茶入れてる間はもうちょっとここに座ってようとか、なんかそういう感じで考えています。なんかこう常にアンさんってこう凛とされていて、こう笑顔でいらっしゃるので、なんかもう24時間こうずっとアンさんなのかなって感じしますけど、ちゃんとこう休みの時間も作ってらっしゃるわけですね。なんか結構平日朝ごはんとかもたったまま食べちゃったりとかするので、なんか座ってぼーっとする時間を自分でちょっと作ってみようかなっていつも思っています。いやもう本当って僕もぼーっとしたりしてますけどね、よく仕事中もしちゃいますもんそれは置いといて、すいません、なんか変なこと言ったかなでも本当お二人が言ってた自分の時間を作るとか、なんかそれちょっと一息っていうのもそうだし、あと自分はその友達とか家族とか、なんかこう自分のもっと核の部分を知ってる人との時間とかっていうのを、なんだろうな、大切にしたりはしてますけどね。なんかそこでちゃんと話せるようにはしてます。じゃあそういった近しい方だけに見せる顔っていうのがあるわけですね。ありますね。はあ、私たちには見せてくれないんですね。見せないですねじゃあ今中央あたりのカメラ見ていただいております。中央あたりで個別に見せ必要なカメラマンの方がいたら挙手をお願いします。